スキップサービスは、全日本空輸が2006年9月1日に導入した QR コード、またはフェリカチップを用いた電子航空券によるチケットレス登場サービスである。ANA マイレージクラブの会員でない場合は、QR コードでの利用に限られるが、AMC の会員であれば、フェリカチップ内蔵の AMC 会員カード、または利用登録したお財布形態でも利用できる。 ANA は1995年以来航空券の電子化を進め、登場当日の航空券受け取りや空港外でのチェックイン処理を導入してきた。当初は電子航空券情報の紐付けにクレジットカードやマイレージ会員番号を用い、その後は順次 QR コードやフェリカチップによる個人認証に移行したが、いずれにしても登場前に、 従来の磁気テープ式搭乗券の発行を受ける必要があった。2006年に導入されたスキップサービスは、チェックインカウンターなどでの手続きを省略し、保安検査場と搭乗口での個人認証のみで搭乗できるようにしたものである。これにより、磁気テープ式航空券は不要となり、ANA 国内線では2007年12月20日をもって電子航空券に完全移行した。 ANA 国内線のみならず、エーブル仕様各社でもスキップサービスが利用できる。IC カードを使用しない場合に発行される。E チケットをお客様控え、搭乗案内書と改札機で発行される、搭乗券、いずれも、旧仕様。現行仕様では、券面デザインが変更されたほか、搭乗券は、自動チェックイン機やカウンターで、チェックインした際に発見される旧搭乗案内書に、 当たる県名を指すようになり、旧来の搭乗券はご搭乗案内に件名が変更されている。以下のいずれかを専用機材に触れて読み取らせる。1回の搭乗には最低でも保安検査場通過時と搭乗ゲートの改札機通過時に2回の読み取りが必要だが、常に同じものを読み取らせなければならない。QR コードやファリサチップを複数所持している場合に、 最初の端末で使用したものとは異なる媒体を使用すると2箇所目以降では認証エラーとなる。なお、2007年の磁気テープ式航空券撤廃時から使用されていた旧仕様では手荷物カウンターで手荷物を預け入れる際に搭乗者が事前に用意していた下記の QR コードやファリサ、チップ内蔵カード、端末を専用リーダーに読み取らせると読み取らせたものの種類を問わず、 カウンターにて改めて QR コードの付いた搭乗案内書が発行され、保安検査場以降では搭乗案内書をかざすシステムになっていたが、現行システムでは手荷物カウンターから搭乗ゲートまで一貫して、同一の QR コードもしくはファリサチップを使用できる公式に改められている。QR コードフェリカチップフェリカチップは AMC の会員のみ利用可能で、 予約の際に AMC 会員番号を登録しておく必要がある。ANA 以外のエーブル使用各社の便名で登場する場合、フェリカチップによる登場はできない。旅行代理店などでは、従来の磁気テープ式航空券に変えて、航空券ご利用案内書などの控えを発行する。控えを紛失した場合でも、チェックインカウンターで身分証明書の提示などの手続きにより再発行を。 受けることができる。また、航空券購入時に AMC お客様番号の登録が済んでいる場合は、E チケットと AMC 番号が紐付けされるため、控えに変えて所持カードのフェリカチップ、もしくはカード認知されている QR コードによるスキップサービスの利用が可能である。スキップサービスを利用する場合はを満たす必要がある。以上に該当しない場合はカウンター、または自動チェックイン機。 自動航空券売機で搭乗手続きを行う必要がある航空券購入の場合ウェブサイト旅行会社窓口などで航空券の予約購入を行う各運賃に定められた条件を満たすと事前座席指定が可能となり ANA のウェブサイト上にある国内線予約確認購入ページより AMC 会員のものは AMC 番号とパスワードを入力しログインすることで 紐付け済みの E チケットの予約詳細情報が表示される。a m c 控え員や AMC と紐付けがされていない場合は、控えもしくは ANA から送付される購入確認メールに表記されている予約番号もしくは確認番号を入力することで予約詳細情報が表示される。そのページに座席番号欄があり、座席番号の指定ボタンをクリックすることで、 座席指定が行える。航空券購入の場合、ANA 便名での登場であれば、ANA 運航便と同じ扱いである。ANA 以外の各社便名で、登場の場合は、ANA ではなく各社での取り扱いとなる。パッケージツアーの場合、パッケージツアーの場合は、購入旅行代理店を通じて、座席を指定しておく。ANA スカイホリデーなど一部の企画会社の商品や、 ダイナミックパッケージでは企画旅行会社側のサイト、もしくは先日の予約確認、購入ページからほぼ同じ手順で座席変更が可能である。同ページ上には搭乗前日の16時に搭乗便の搭乗口番号、機材や時刻の変更情報などが掲載される。電子メールアドレスを登録し配信設定にしている場合、搭乗便の情報に変更がある場合は逐一。 配信される。通常運行時でも出発時刻の概ね50分前までに確認メールが配信される。乗り継ぎがある場合は空港によってチェックインの取り扱いが異なるため、標識や地上係員の案内に従う必要がある。搭乗口案内用紙の発行停止について、全日本空輸。2008年6月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2016年3月22日閲覧 AB 国内線登場券が変更になります。全日本空輸2013年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年3月22日閲覧ご登場時の用紙発行方法の変更について全日本空輸2016年3月22日閲覧 AB 2016年12月からの保安検査証、ご登場案内用紙の発行について、全日本空輸、2016年12月16日閲覧、年表詳細、全日本空輸、2016年3月22日閲覧、P にチケット、全日本空輸、1996年10月28日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2016年3月22日閲覧 ANA チケットレスサービスラインアップ全日本空輸2016年3月22日閲覧 ANA マイレージクラブ会員向けに航空券購入方法を大幅に拡充全日本空輸2016年3月28日閲覧銀行振込による航空券決済サービスを開始全日本空輸 2016年3月28日閲つらん。マルチメディアサービスを拡充。全日本空輸。2016年3月28日閲つらん。ANA モバイルサービスがさらに充実。全日本空輸。2016年3月28日閲つらん。全日空。i モードで登場手続きができる。イプリチェックイン。携帯ウォッチ。2016年3月28日。 閲覧。2004年12月1日。羽田空港新ターミナル移転を機に、スマート E サービスを開始。全日本空輸。2016年3月22日閲覧。フェリカ対応携帯電話及び二次元バーコードを利用した国際線搭乗手続き開始。全日本空輸。2016年3月28日閲覧。スマート E サービス。チケットの購入と同時にチェックイン。 全日本空輸2016年3月22日閲覧国内線でチェックイン不要の新登場サービススキップサービスを開始全日本空輸2016年3月22日閲覧国内線で新しい登場スタイルが始まります全日本空輸2016年3月22日閲覧ありがとうございます